こんにちは、横山由依です。今日はちょっと髪の毛が伸びてきたので、今からアトリエ牧田さんのところへ行って髪の毛をメンテナンスしてもらってきたいと思います。この間切ってもらった時よりは結構伸びたので、一本にこう結べるぐらいの長さで牧田さんに相談しながら今日はやっていきたいと思います。カメラがね、いつもと違う。いつも iPhone なんですけど、これです。すごいですよね。どう思います？別にどっちでもいい。切っても切らなくて。あ、でもこの感じはすごい良くて、うん、でももうちょっと。でも短くてもいいかなみたいな風にもなって、短い方がいいね。それとも軽い方がいい、ね、ああ軽さもいいです。軽さでもくくれたいんですよ、こういう、うん、後ろでは。そしたら長さ切らずにこの辺ずらしとこうか。はい、ま、お願いします。今私オンラインサロンに入ってるんですけど、映像の勉強好きだね勉強好きだね勉強好きだねそれ入ってるんですけど、そこで今教えてもらってるのは、うん、結構 MV の編集みたいなことなんですよ、うん、だからそのテロップを入れたりとか、うん、まあ、それも基本的なのを教えてもらったんですけど、うん、音に合わせて絵を変えるとか、うん、おしゃれなやつね。そういうのを教えてもらってるので、うんうん、おしゃれ映像も今勉強中なんです。勉強中だします。何か飲まれます。あ、梅昆布茶です。失礼します。そっか、これこうやって飲めるんですね。飲めないよ、それ外そうだよ。こうか。そうそう、それ、まあ、そうね。本当美味しいです、これ。家でも飲みました。あ、本当、すごいね。買ってる人、多分一人、あ、職場で買うって言ってた。家では飲まない。職場で飲んでる。うん。僕もロケバスで飲むけど、うん、家で飲まないよね。そう、家で何飲んでるかって言ったら、僕カルピスと、あとレモン酢のやつを水で薄めるの結構飲んでるの。はい。それあと水ね。うん。あとあったかいものを飲まないかな。へー。デブはあったかいものを飲まない。だからやっぱちゃんとしてる人って。あのね、お湯、左右とか飲むでしょ、うん、はい、向こうも冷たいものしか口に入れてない食事やから。シャンプーしてもらってると寝ちゃいますね。ありがたいですね。それだと僕らの成功みたいな。寝させられない場合はもう失敗なんです。そうなんですか、うん、成功ですね。すごいね、眠りたくなっちゃう。これで触ってみたら、うん、もうツルツルになるじゃん。はい。で、そこからアイロンで艶出ししますね。はい。もう 100度でもいいけど、早くやりたいから120度にしておきます。はい。180度は。何やっぱりあれだ。天ぷら。天ぷらだからね。別に180度も使いようによってはいいけど、はい、なんか、まあ、怖いよね、うん、160度からもうねまでしか持たないから、で束にして、はい、で1回だけビュー、あ、もう2回やっちゃうかも。ここに入れるとサラサラになるようにもうなってるから、もうトゥルッてなったね、うん、トゥルッてなったでしょ。トゥルッてなってます。で、あとは毛のカーブをなじませる感覚で、うん、根元から中間だけ入れてきますね、うん、これはボサボサのアホ毛とかを整えやすいから、うん、で束にして、はい、一番こうカーブついてんじゃん自分の、
このカールが根元から中間に入れてもらって、あとは毛先はもう適当にシュって熱入れてたらサラサラになるようになってれば、これ耳かけてさっきよりスコンスコンにすごい気持ちよくなるじゃん、うん、でこうやって熱入れた毛にオイルとかクリームつけるとよりいい感じに反応します。でこれで触ってみて、毛ほらもうなんかトゥルトゥルでしょ、まとまってますし、トゥルトゥルです。これ切りますね、ちょっと、はい、なんで巻いてるの、あんまり大きな声でだから仕事の時は160度ぐらいはいかないとダメでしょう。はい、160で、あ、今また足りない、いや大きな声で言えないです私家の温度は天ぷら以上でもさ、高温でとか早いからね、200度です。おお、綺麗じゃん、はい、すごい、まとまってまとまってます、はい、結べます、ね、はい、ありがとうございます。こんな感じになりました。どうでしょうか、ちょっとあの毛先をすいてもらったりとか、でもこうやったらちょっと片手ので難しいんですけど、くくれるのですごくいい感じです。耳にかけたりとか、あとは質感でも楽しめそうな気がします。しばらくはこのヘアスタイルでいきたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。